どうも皆さんこんにちは、こんばんは、こんにちは、石井です。今日は、結構 YouTube で流れてるやつ、Android ナビをね、アルファードちゃんにつけようということで、今こういう感じで、まあ、こう入ってるんですが、まあ、とりあえずちょっと取り付けに難があるので、動画入れつつ写真、動画、みたいな感じで、はい、サクサクっとやっちゃいましょう。で、もうね、実はね、ちょっと時間短縮で若干外してあります。はい、なので、あとはちょっと今ついてるナビを外して取り付けてみたいな感じですね。うまく説明はできないですが、ぜひご覧ください。では VTR スタート。はい、これがですね、この中に入ってる、ナビの全内容なんですけども、これが本体ですね、本体。これがなんか取り付けキットなんだけど、これ多分使わないかな。これがマイク？これマイク。で、これトヨタ用のハーネスかな。で、これは社外品にも使えるやつで、USB の音が2つと Wi-Fi アンテナ、GPS で、これがなんか枠、これ何に使うんだろう、わかんないけど、まあこんなのが入ってますっていう感じですね。じゃあこれが、モデルがこんな感じのやつちょっとこれどうなるかな。僕はこれを使って楽をしようと思います。これを使って、じゃあ早速いきますよ。はい、ということでね、とりあえずね、こうやってバラしてあるんですよ。もうバラしてあるんです。はい、これね、もうお辞儀するなりね、ツイキャスでは恒例になりましたが、もうこいつともおさらばということで、まあ、らしい。で、ナビ交換の時とか、バッテリーを外したりとか、マイナス端子外したりとか、そういうね、作業はしてください。はい。ね、まれにね、ちょっとね、外しちゃいけないナビもあるらしいんだ。なんか、記憶をさしとかないとね、ちょうどこの、ちょうどストアだかな、俺のは、この次の方の代かな、チップが壊れるというね、そういうあの事例もあるんでね、まあ、ちょっとその辺はね、ネットで調べながら、社外行為でね、まあ、こういうものから買いたいとか、そういう風な、ね、方がいらっしゃったらね、一回ネットで調べてみてね、それからあの作業に取り掛かってください。多分作業的にはね、車ちょこっとバラせる人だったら簡単かな。まあ、今線がぐちゃ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 してるんですけどね。はい、じゃあ早速、じゃあ、こいつ外して、これね、ウーハーとかついてるからさ、ちょっと面倒くさいね、こうやってね。バックカメラもちょっとどう起動するかわかんないんだけどね。バックの風船入れればいけるのかな、ちょっとわかんないですが、ちょっと早速、まあ、取り替えてみましょう。はい、ようやく完成しました。時刻が、これうちはこっちはちょっと狂ってるけど、時刻は1時16分。どれぐらいかかった？だいぶかかった。2時間ぐらい？ 2、3時間？
あったな。あ、疲れました。まあこんな感じで取り付けができました。結構やっぱり枠はね、ちょっと削ったりちょっと観光しないといけない感じもあったんだけど、まあ無事着いたっていうことでいいんじゃないかな。あー疲れた。もうタコでも吸っとるけどさまあとりあえずはこんな感じで取り付けてきました。はい、多分この動画の全然前ぐらいにオソビーさんの方のチャンネルの方で商品レビューしてると思うので、はい、よかったら皆さん買ってみてはどうでしょうか。はい、まあ、これから楽しみだね。いろいろ多分できるよね。こう携帯が車についてるみたいな、タブレット、なんだろうな、まあなんかできるでしょう。ってことで皆さん、また、アルファード改造計画、まだまだこれから続くと思います。では皆さん、さよなら、バイバイ。